ミオの提案でジャングルへ特訓に来たサバゲブ一同であったが、途中でヘリが墜落、またもや遭難してしまった。飽きもせずこのパターンだよ。分かっておりましたのに。みんな、これも訓練のうちだぞ。先は長い。少し休んでいこう。あら、どうかされましたの？汗が気持ち悪くてさ。あっちに滝があったから、ちょっと水浴びしてくる。気をつけてくださいまし。ん？気のせいかな。なんか気配を感じる。しゃあ！え？マヤはいつまで水浴びしてるんだ。そろそろ出発しますわよって言うの。いつも一番に死ぬから、今回はピラニアに食われたんじゃないっすか。あれ？ん？マヤ！森が襲ってきた。マヤ！なんでネズミ場に越す？邪道。あ、園川さん、その光。え？トラップだ！伏せろ園川！助かったわ、うらら。迷わず盾にしたね。ジャングルへ入れ！この場所から離脱！ラジャー！手にした上、使い終わったらボロ雑巾のように捨てる。あー、幸せー。姿は見えないが、ここには我々以外の何者かがいる。そしてそいつは我々を狙っている。交代で休憩しよう。何かあったらすぐ起こすように。うー、何も来ないでよ。やりました。やっつけましたよ。よく見ろ、カモだ。え、あれ？うわあ！うらら！いかん、離脱！くそ、やつは確実に近づいている。なんとか足止めする手はないものか。夜通し歩きっぱなしだもんね。これ飲んで。少しでもいいから休んで。あ、うん。ありがとう。ちょっ！まだカヨが残っているんだぞ。私だって辛いんです。でもこれが豪徳寺さんの意志。どういうことだ。自分はもう歩けない。足手まといになるくらいならここで一矢報いてやる。ダメだよ、豪徳寺さん。行って行って。止められなかった。カヨ、お前ってやつは絶対殺す。やめた。え？みんなの仇を取らないことには気が済まん。目に頼るな。奴の気配を耳で、全身で感じるんだ。そこだ！まるで人間と戦ってる気がしない。こんなに胸を乗るのは久しぶりだ。来るのは分かっていた。貴様は倒した相手にネズミの格好をさせる趣味があるようだからな。そらか！勝負あったわね。その顔見せてもらうわよ。なんと可愛い顔なんだ。
降参ですにゃ。許してくださいにゃ。マヤさん、うらら、カモ、豪徳寺さん、そして部長、みんなの仇取ったよ。三人はお前が殺したんだろう。お見事であった。我らはニャンコ星人サバギの会。よくぞ我ら代表を倒した。地球の勇者よ。勇者って私のこと？そうじゃとも。どうも。我らは常に正々堂々一対一で戦ってきたが、こんなゲスな相手は初めてだ。降参している相手にも容赦しない。まさに冷酷非道のゲスね。宇宙広しといえども、こんなゲスはまたとあるも。透明になって不意打ちしてくる方がよっぽどゲスじゃない。借りは返した。これは私がもらっておく。天網恢恢、祖にして漏らさず。ゲスの限りを尽くした桃花は、死んだと思った加代の手でその生涯を閉じるのであった。よくやったぞ加代。ブー。おお、でっかい温泉卵。おまたマヤさんとやられましたわ。今度は何？よく見ると卵がいっぱい。休む間もなく新たな宇宙人との戦いが始まった。頑張れサバゲブ、負けるなサバゲブ。地球に平和が訪れるその日まで。